そうだね。避けることができないっていうノーマン。こういう状況に、その前のこういう状況に陥ってしまったら、どんな人あ、でも、どうしようもできない。そのないっていう。だから、要するに、その戦いを行うには久しければすなわち兵を使わせ、兵をくじく。だから、城を攻めるのはもってのほかで、そうなってくると、国力が減って、国用足らず。だから要するに国用足らずと、こう言ったら緊張関係維持できない。だから、周りの諸侯が、あなたを攻めてくるよ。そうなってしまうと、もうどうしようもないね。ここで言いたいのは、もう一日、日に千金を費やして、しかるので10万の死上がるということで、戦争はもう大変な金かかる。だから城攻めなんかしてはいけないよ。で、兵士の士気が落ちてしまう。落ちてしまったら、取り返しがつかないことになりかねない。まあ、これは戦争だから、まあそういうことですよね。だから十分考えてやるよっていうことだけど、まあ、僕みたいに前やってたコンサルティングのプロジェクトなんか、まさしくその通りで、ちょっと目を離すととんでもない穴を開けて。しまって取り返しがつかないことは何度かあったけど、そういうことにも当てはまるよね。だからコンストラクションとかシステムプロジェクトとか、こういうの全く当てはまるよね。現場の責任者は、もう勝たなきゃいけないって気持ちが焦るから、どん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 資材をつぎ込んでしまって、気がついたらもう大変なことになってるっていうのはよくあるんですよね。それを指揮官を全体を見ながら、どうやってそのバランスを取ったらいいかってことをここで言ってんだよね。まあそういうことですね。だからもう穴が開いちゃったら、もう死者ありといえども、その後を良くすることはあたらず。Then no man, however wise, will be able to avert The consequences that must ensue. そうなんだよな。だから、the chieftains will spring up to take advantage of your extremity. まあ、これは戦争だからね、敵の諸侯を攻めてくるっていうか、普通の場合だったら、プロジェクトが、ちょっと目離してる隙に、とんでもないことになるから。まあ、ここには戦いを行うには久しければっていうことを言ってるけど、まあ目離しちゃいけないよってことはね。でもこれ、戦うときは別に久しければっていうか、そういうつもりじゃないんだよね。You engage in actual fighting. If victory is long in coming, then men's weapons will grow dull and their ardor will be damped. そのつもりじゃないんだよね。すぐできると思ってんだよね。だけど結局気がついたらもうだらだら。しゃん。最初のさっきのどうど。ああ、そうだね。敵情の状況の把握を失敗しちゃうんだね。と量がね、バランス取れない。数がバランス取れない。小がおかしくなる。しょうができない。まあそう、同じだよ。その繰り返しだな、これ。これ前に戻ってるんですよね、ここでは。
うまいな。さっきは軽編だから、こっちは作戦編。うん、ここも有名な文章ですよね。戦争には最低限の目的だけを達成する短期決戦が有効なことはあっても、多くの目的を叶えようとする長期戦が有効だったことはないのだ。そもそも戦争が長期化して国家にとっての利益が増したことは未だない。そして戦争をもたらす映画を知らない者は、戦争によって得られる利益について語ることはできない。戦争が上手い人物は兵器を2度も重ねて人民に課すことがない、食料も3度も重ねて補給することはない。初めの装備は地獄で用意するが、その後の糧食は敵国のものに依存する。これは日本軍は間違い失敗しましたので、その後の糧食は敵国のものに依存する。これは同じ国だから言えんですよね。うん、で文章は、家に兵は拙速なるを聞くも、未だ功の久しきを乱れない。それ兵久しきして国の利する者は、未だこれあらざるなる。家にことごとく傭兵の害を知らざる者は、すなわちことごとく傭兵の家を知ることはあたらざるなる。よく兵を用いる者は、益は再び積せず、勝ては見たりもせず、用を国に取り、勝てを敵に用意。Thus,Though we have heard of stupid haste in war, 拙速 stupid haste, cleverness has never been seen associated with long delays. There is no instance of a country having benefited from prolonged warfare.It's only one who is thoroughly acquainted with the evils of war that can thoroughly understand the profitable way of carrying it on. It's only one who is thoroughly acquainted with evil of war that can thoroughly understand the profitable way of carrying it on. 戦争の悪いところ、evil of war.The skillful soldier does not raise a second levy. このソルジャーってのは将軍ですよね。Second levy. 徴兵。Neither are his supply wagons loaded more than twice. 二度以上だから、二度はあるんですね。Bring war marshal.With you from home. But foliage on the enemy. これさ、foliage とか物を入れる、手に入れる、on the enemy. Bring war marshal.あ、ごめん、ブリングオーマテリアだ。そうですね。With you from home。このマテリアルっていうのはくせ者ですよね。用って言ってるんですけどね。どっちが正しいんですかね。用。オーマテリアル。戦争の原資ですよね、資源を国から持ってきて。しかし、フォーレージ。敵から物を盗めって。だから僕はこの訳、英語の方が正しいような気がするんですよね。世を国に取りっていう世を。だからここで日本語はさ、ここで書いてるように、初めの装備は地獄で用意するが、その後の領主が敵のものに依存する。初めの装備は地獄で用意する。Bring war material with you from home, but foliage on the enemy. これはだから、用を国に取り、用を国に取り、糧を敵に呼ぶっていうのは、これはだから、これ、はじめのっていうのを勝手につけたら僕正しくないと思う。あ、システム落ちちゃった。
そうっすね。はじめのじゃないの。戦争の装備は地獄で用意し、その後の糧食ではないよね、これ。装備は地獄で、装備、ウォーマテリア、まあ装備、その糧食、糧食、量的に。糧食は敵からも奪う、こういうことだね。ウォーマテリアル、装備、装備だけじゃない、ウォーマテリアルだから装備や食料、人材、兵、兵装備、食料は地獄で用意し、糧食は敵からも奪う。これが正しい訳だと思うね。うん、この訳だったら、日本、世を国に取り、家庭を敵によるで、この、こういう語訳があったから日本軍は間違えたんだね。これが正しい訳だよね。基本的に準備して、そのでも敵からも食料奪えと言ってんだよね。だったら理解できるよね。このちょっとした誤訳が国を滅ぼしたね。いや次はあれ、これダブってるね。よく兵を用いる者は、駅が再び積せず、領は見たりもせず、領を国と領を敵に呼ぶ。そうだね、これね。Thus army have food enough to use. Food enough to use. 詳しく説明してあ、ここ分、この分だけオーバーラップしてるだけだ。ああ。でしょ？でしょ？そうだね。Just army will have food enough for its need. そうだね。家に軍食足るべきね。ここだけオーバーラップしてる。やっぱり遅刻戦をすると良くないっていうのは間違いのないことなんです。え、何？長期戦をするのは得策ではないっていう。ああ、そう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 。ここで言ってるメッセージはね、長期戦がどういうことか、例えばね、バイソン、ジャンゴってやっぱりそういうシステムっていうのはバイソンだったかな、何だった、言語何だった、開発期間5分の1になるんですよ、開発期間がね。 JavaScript だったかな、従来のシステム開発に比べて。ということはさ、5分の1の期間でかかるから費用も少ないんですね。で、要するに新しいシステムを作り直すときにはその短ければ短いほどいいってことなんですよね。うん、従来みたいに長い時間かけてシステムを作ると良くない。ここで言ってるのと全く一緒ですよね。金もかかるし、失敗も多い。だから、もう戦争はもうできるだけ早く終わらせる。だからアフガニスタンなんか最悪だよね。やっちゃいけないんですよね。中東戦争。そういうことですよね。まあ今日はこれぐらいにしておきましょうかね、午前中は。まあだいぶこれ原文書き直したから。あれ？
二つ開いてるって言ってる。あ、これはし、これは午後やるやつだ。あ、やばいやばい。これは経費作成費。午後が大変ですね。